こんにちはフルショーです、えー、世界の名作文学を5分で語る、えー、時には10分くらいかかってしまうっていう気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について、えー、気ままに楽しく語っていくチャンネルです面白かったなと思ってもらえたらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますはい、えー、世界文学全集の作家を取り上げていろいろ喋ってたんですけどえっと やがて世界文学全集の作家はいなくなるので、やがてこのチャンネルは自然消滅してしまうんですけども、なんとか粘っていきたいと思います。はい。で、今回はですね、ポール・バレリーというフランスの詩人、えー、哲学者ではないんでしょうかね。エッセイストというか、なんというか、なんか、あのー、文学に迷い込んだ哲学者、えー。哲学に迷い込んだ文学者。 みたいな言われ方をすることもありますけど、ポール・バレリー、えーまあ、詩人として一番、まあ、有名というか、なんというか、で哲学者とはまあ普通言わないですね。で、あのー、私は中学の時にこんな、これは川出書房の、えー、もうボロボロになってますけど、えー、僕は中学の時ですから、何十年、40年、 以上前の本ですけどねはい、えー、新刊で買って古本に自分でしてしまったというですね感じですけどねあのー、これは「世界近代史十人集という本でですねこんな風にですねこんな風って何も見えないですねこんな風にあのまあこの編集者が選んだ10人が入ってるんですねまあ、この中には「ヘッセ」とか入ってないし「カロッサ」も入ってないしまあなんとなくですね文学史的にまあまああの なんか影響このかっこいいおじさんがボードレールです。はいでえー、これの人はマヤコフスキーといってソ連を称賛する <laughs> <あの笑>詩を書いてるんですけど、まあ、時代を感じますね。ソビエト連邦はもうありません。これがランボー。でそのいかにもアメリカアメリカした人がホイットはン。そしてこの人がポール・バレリー。隣のハゲは <laughs> ベルレーヌですね。ヴァレリー、ヴァレリーですね。はいそしてですね、あヴ、の、ァ、ー、レリーは、まあえー、アンドレ・ジーテの確か学校時代からの友達だったんじゃないかと記憶してるんですけど、まあそうやってですねあの頃のパリには、マルタ・ンデュガール、アンドレジド・ジーポール・バレリーってね、ノーベル文学賞級の人たちがゴロゴロっと友達だったというですね学生時代からすごいですね、パリ。で、あのー、日本でポール・ヴァレリーの まあ普通、売られているのはこのレオラルド・ダ・ヴィンチの方法という、これ、若い頃の,あの哲学論文というか、なんというか、なんなんでしょうね、バレリーの、これとあと、テスト誌の方法というのがあるんですけど、これをですね、間違って高校生の時に買ってしまって、ですね何にも分かりませんでした。いまだに読んでも何を書いてるかさっぱり分からないというですね、買わないわみたいな感じですけどね、バレリーの3文は、 カントは読んでないんですけど実はヘーゲルはですね長谷川博さんの役で読みましたねなんと「精神現象学」を通読しました、えー、でもよく分からなくて長谷川さんの解説書を読んでただけっていうところもあるんですけどはい で、えー、バレリーはこういう,こうレオナルド・ダ・ミッチの方法とかテスト氏の方法とか難しい本を書いてある時突然、精神的クーデターという夜があってですねそれから20年、20年ですよ、20年間も何も書かなかったとっいうか発表しなかったんですよ。 で、えー、精神的クーデターというとです、ね、一体何が起こったんだ、悪魔と出会ったんじゃないか、神が迷ったんじゃないかとか思うけど、ただ単に失恋しただけっていう、ね、そういう説がありますね。はいで、まあ、ショックで、ですねこんな文学なんて、まやかしもんを誰がやれるかみたいな感じで書かなくなったらしいんですけど、その際に、この沈黙の20年間の間、バレリーは何をやってたかというとです、ね、でね会へ。 といいうでですすねねノートを書いてたんです、ねまあ、バレリーが書い,の書いたノートは「かいだって言ってですね、えー、なんと日本語訳でもですね旧刊本になってて、えー、全部で261冊あるんですよバレリーのカイエ、えー、そして全てが翻訳されて編集されて時系列じゃなくて項目別にこう旧刊本でちくま書房から出たりしてるんですけどね。えー ででで買買っっても全部で買ったら47,000円とかですね。すごいですね。人のノートですよ。<laughs> ノート、僕も何十冊も書いたけど、4万7000で買ってほしいみたいなね、感じですけど、バレリーのカイエってノートをちらっとね、あのー、どっか図書館かなんかで見,見ましたけどね、何にも分かりませんでしたね。<laughs> いい加減にしてほしいな、みたいな感じですけどね。あれはあの翻訳も何もなくあの、フランス語でもきっと分からないですね。えーまあ、極めて哲学的な人です。 で、詩、えー、もですね、若きパルクとかですね、めっちゃ長いんですよ。こんな長いし、読めるわけないだろうぐらい。 いいや長いですね、まあ、中には短い詩もあるんですけど、えーまあ、このねさっき紹介した中に、えー、いくつもあって「若きパルクを、ね」を何回か読んだけどなん何にも覚えてないですね「なんかみなでナルシス談笑っていう詩も長いんですけど湖に顔が映ったみたいなところぐらいしか覚えていませんがですね1、えー、つだけバレリーの作品、まあ、今までバレリーについて喋ったことをまとめるとですね あのー、僕、古ーはバレリーのことは何を読んでも何もわからないってね、それだけになってしまってるんですけど、じゃあしゃべるなって感じですが、あの一つだけね、バレリー大好きなんですよ、それはあの皆さんもよくご存知の、あのー、ね風立ちぬですね、えー、堀つおの風立ちぬ、ジブリの映画の風立ちぬ、あの風立ちぬていうのは、バレリーの詩のお海辺の墓地。 という詩の中の最終節の一節なんですね。はい、でその海辺の墓地というのは辻国をも大絶賛をしていて、まあ、地中海が見える、見下ろす、まあ、海の墓地、ね、墓地があるわけですよ。地中海を見下ろすわけですよ。青い地中海があって、白い波が立って、その墓地に立って、えー、いろんなことをつぶやくという詩なんですけどね。まあ、そんなに そんなにっていうか、まあ、普通の日本の詩に比べればはるかに長いんですけど、バレリーにしたらたた、たった6ページですって、ね <laughs> えー、この本で6ページですから長いんですけど、ちょっとだけですね、えー、かいつまんで紹介しながら、えー、ちょこちょこっと全体像全くわかりませんけど、雰囲気を感じて、まあ、もちろん翻訳ですけど、えー、読んでみたいと思います。えー、海の街、鳩たちが歩む。 この静かな屋根、松の木の間に、また墓石の間に脈打ち、まひる正しきもの、そこに炎で作る海を、海、いつも繰り返される海を、おお、一筋の思いの果てにこの報い、神々の静けさへのなんという久しい眺め。で、始まります。そうして、えーずーずー 長いんんでですすけどね、えー、途中をちょこっと読んでますしかも偉大な魂をお前は願うのか波と金とが今ここに肉の眼に作る偽りの色ももはや持たない夢夢を虚なしく煙となるときにお前はなお歌うのかあすべては逃げ去る我が存在は死を染みこますこの気高い不死への終了もまた死んでゆく。 はいで最後の方ですねおおまさしく狂乱の佐賀に恵まれた大きな海よまだらの氷の毛皮よ太陽の線また線の姿に穴うがたれた古の武士の街頭よ自らの青い肉に酔い沈黙に似たざわみきの中できらめく斧のが大噛む絶対の火ドラよえそしてここから有名なところになります風が立つ 今こそ生きねばならぬ。大気は私の本を開き、また閉ざす。波はしぶきに砕け、岩岩からほとばしる。とれ、めくるめく本のページを破れ、波を喜びの水で破れ、白い穂の砂取るこの静かな屋根を。というような詩なんですね。まあ,あ、フランス語で読めないので。 なんとももあれですけどもこの詩はあのー、バレリにしたらですね、えー、とても分かりやすいし、えー、ねこう雰囲気もなんか日本人に向いたような雰囲気のあれがあるし最後にですねまあ我々がよく知ってる何度も言いますけど風が立つ、今こそ生きねばならぬ堀、まあ、立夫のね、えー、小説のところでは風立ちぬ、いざ生き目やもっていうんですよね。えーなんか 暗号みたいな言葉でしたけどね、いざ生き目やもんなんて、古文でも読んだことがないような日本語だみたいな感じでしたけど、風が立つ、今こそ生きねばならぬってね、えー、このフレーズにたどり着くためにずっとこうあるという感じですね、えー。ということで、ポール・バレリーの全体像を知ろうと思ったら、海へ261冊を読まなくっちゃいけないから、永遠に誰もわからないみたいなね、そういうポール・バレリーでした。 はい、えー、またお会いしましょう。ありがとうございました。